てあったかなとかってことをちょろっと言ったんだけど、今ですね、少し手前で左に入っていったら阿蘇の自衛隊っていう案内がありました。あるんですね、駐屯地が。演習場もあるんかどうかわからんけど、阿蘇の市街まで10キロあと少し、ひとっ走り。少し前、蜂蜜のあれですね、養蜂場の案内がありました。最近こんなの見るんですよ。桜あったかな、そのメーカーはね。どういうことかって言ったら、中身は中国産なんですよ。だけど売りは日本国内で詰めてますっていうことを宣伝してるんですね。そうして一人前の値段なんですね。中国産なんだけど、まあ、あるほどね、そんなやり方もあるんだなってね、思いましたね。まあそれなりにあれは管理してるのかもしれないけど、基本的に中国産ですよ。なかなかですよ。中国産って書いたら段階でそれらの値段でみんな売るわけですよ。